はーい、こんばんは。今回は現時点で最高倍率の貫通特攻を付与できる限定キャラ、小関ゆいちゃんの水着バージョンの紹介。よかったら最後まで見てもらえると嬉しいです。それでは始めていきましょう。トリニティ総合学園に通う3年生、図書委員会の委員長であるゆいがイベントに合わせて水着姿でやってきました。味方の貫通特攻を上げるという、今のところ同じスキルを持つ生徒が少ないレアな能力持ちで、バフ倍率も高いので、高難易度タイムアタックで活躍しやすいキャラクターです。役割はストライカーで、クラスはサポーター。ウイがいなくても、高難易度のクリア自体は可能なことも多いですが、高いタイムスコアを目指すときには、かなりの割合で採用されるので、どちらかというと、ガチ勢先生向けの生徒といった感じです。では、スキルの解説に行きましょう。まずはエクストラスキル。使用コストは4で、自分を中心とした円形範囲内にいる自分以外の味方4人を上の位置まで移動させ、45秒間貫通特攻を割合で加算します。味方を移動させつつ貫通特攻バフも付与できるスキルです。効果範囲はかなり広く、よほど陣形が伸びていない限りはストライカーの味方全員を自分の位置まで引き寄せられます。スキルを発動した瞬間にバフがつくわけではなく、ウイのスキル発動で現れるアイスコーヒーの位置まで味方が移動すれば、その味方にバフがつきます。移動が発生するので、敵の攻撃タイミングに合わせてスキルを使用すれば、味方を攻撃から回避させたりと、バフの付与以外の使い道もある、強力なスキルになっています。肝心のバフについては、味方の貫通特攻をアップするという効果。特攻は、敵の弱点を突いた時のダメージに影響するステータスで、このゲームでは、敵の弱点属性で攻撃した時のダメージは基本2倍になります。これは敵への弱点ダメージ、つまり特攻時のダメージが基本 200% なので2倍になっているというわけです。上の貫通特攻を加算する効果とは、ここの基本の 200% に足し算をしてダメージを上げる効果です。この場合だとだいたい 270% になるので、元の 200% と比較すると約 1.35 倍の火力アップ効果になります。しかし特攻は敵の弱点を突いた時にしか発生しないので、貫通特攻で言うと攻撃属性が貫通である味方が、防御属性が重装甲である敵を攻撃しないと、この火力アップは意味をなしません。なのでウイのスキルを爆発や神秘、振動属性の生徒に使っても何の効果もありませんし、防御属性が軽装備、特殊装甲、弾力装甲の敵相手にウイを採用しても火力は上がりません。貫通属性のメインアタッカーと重装甲の敵が揃ったら、ウイの進化を発揮できるわけですね。そして、ウイのように、味方に貫通特攻を付与できる生徒は、かなり貴重です。今のところ、自分以外に貫通特攻を付与できる生徒に、クリスマスセリナと誠がいますが、セリナは、最大条件を満たしても約 55%。誠は、常時発動とはいえ、約 30% です。ウイは、この倍率が約 70% なので、現状最強の貫通特攻バフを配れる貴重なキャラというわけですね。効果時間も45秒と非常に長く、一度バフをつければしばらく放っておけるのも強力です。気になる点としては、バフの付与で生徒を移動させてしまうところです。さっきは移動によるメリットをお話ししましたが、これが裏目になることも多く、味方を移動させるので、陣形がぐちゃぐちゃになったり、移動中は攻撃できないのでダメージが落ちてしまうなど、大なり小なりデメリットがあります。また、味方のスキル発動中に、上の移動を誘発させてしまうと、その行動をキャンセルしてしまうので、強力なノーマルスキルを潰してしまうこともあります。同じ特攻バフの水着星野や正月かよ子と比較すると、ちょっと癖が強いスキルなので、模擬演習などで、事前に挙動を確認しておくことをお勧めします。続いてはノーマルスキル。と行きたいところですが、ノーマルスキルには、サブスキルの効果が深く関わっているので、この2つを合わせて解説していきたいと思います。というわけで、まずはサブスキルから。自分以外の味方のエクストラスキルを2回使った時、スキルの発動と同時に、上の攻撃力が30秒間割合で増加します。さらに、手がかりというストックを1つ獲得します。そして、この手がかりを3個獲得すると、ノーマルスキルが発動します。その効果がこちらで、30秒間、ストライカーの味方に、貫通特攻を割合で加算します。その後、獲得していた3つの手がかりはなくなります。一連の流れをまとめると、ウイ以外のエクストラスキルを2回使うごとに、ウイ本体の火力が上がり、手がかりも1つ溜まります。これを3回繰り返すと、ストライカー全体に貫通特攻バフをくれるというスキルです。ウイの火力アップに関しては、正直なところ、サポーターに火力を出すことは求めていないので、そこまで重要ではないですが、貫通特攻バフが自分にもつくことや、サポーターの中では、高めの攻撃力を持っているので、割と効果を活かしやすい方です。
スキルの発動モーションで動きが止まるわけでもなく、条件も味方のスキルを2回使えばいいだけなので、使い勝手としてはとても優秀です。ただ、それ以上に重要なのが手がかりを獲得する効果。これを素早く3つ貯める必要があるので、サブスキルを3回発動させることになります。なので、必要なエクストラスキルの発動回数は合計6回と、かなり厳しそうですが、実際使ってみると、そんなに発動が難しいものではありません。というのも、おそらく同じ部隊に入る他のバフ役は、コストが安いことが多く、ダメージを稼ぐために打つメインアタッカーのスキルも回数に含めてくれるので、持続時間30秒という長さも相まって、割と戦闘時間の大部分をカバーしやすいです。ここで付与される貫通特攻は、もちろん、エクストラスキルの特攻と共存できるので、2つのスキル適用下では、特攻倍率は合計 99%。味方の貫通特攻は、基本の 200% から約 300% へと上昇するので、浮い単体で、約 1.5 倍の火力アップが見込めます。対象はストライカーなので、スペシャル生徒の火力アップはできませんが、貫通アタッカーといえば、で名前の上がるあの方の火力は上げられるので、あまり問題はないですね。最後にパッシブスキル。自分の攻撃力を割合で増加します。ウイの通常攻撃の火力を上げるスキルです。また、固有にまで解放すると、HP を固定値で増加します。ウイ本体も、そこそこ火力を出せるので有効なスキルですが、恩恵が大きいのは固有にでしょうか。最後まで火力を出し切る必要がある場合は、固有にの HP アップによる生存力向上が生きてきます。逆に、途中でウイを切る落としチャートを行う場合は、強化が裏目に出ることもあるので、この辺は、プレイヤーの好みになりそうです。投稿者は、星3運用で、そこまで困ってなかったので、この状態で止めてます。星上げは置いておくにしても、ウイ発期間限定のガチャでしか引けない生徒なので、逃したら、基本1年待ちというのが辛いところですね。現状最高倍率の貫通特攻バフ持ちです。今のところ、一番高い倍率で、味方に貫通特攻バフを与えられるので、ウイは、効果力が求められがちな高難易度ボス攻略に向いたサポーターです。一緒についてくる移動効果は、悪さをするときもありますが、使いこなすことによって、敵の攻撃を回避できたりもするので、良くも悪くも慣れが必要なキャラかなという印象は強いです。スキル上げの優先度は人によると思いますが、個人的には、まずメインとなるエクストラスキル。次は、特攻付与のノーマルスキル。その次は、攻撃力アップのサブスキル。最後に、常時発動のパッシブスキル、という順番が良いと思います。ただ、バフだけを目当てにするなら、パッシブとサブの強化はいらないので、妥協育成が視野に入るのはありがたいですね。高難易度タイムアタックで進化を発揮します。貫通アタッカーの火力を大きく上げることが得意なので、高難易度コンテンツでのタイムアタックで進化を発揮するキャラクターです。正直なところ、クリアだけならウイがいなくても、可能なケースというのは割とありますが、タイムアタックとなると、ウイの需要が高まります。特攻付与という特性上、採用は、重装甲の総力戦や大決戦がメインの戦場となり、総力戦だとビナイアほど、ゲセド、大決戦だと、ゴズや白黒、ヒエロニムス、回転者、ペロロジラなど、非常に多くのボスのタイムアタックに貢献しています。また、サポーターは大体そうなりがちですが、自前で持っておくことに大きな意味のある生徒でもあります。タイムアタックでは、同キャラに返しようが起こりがちで、よくある例だと、自前のミカと助っ人のミカで2凸とかがあります。こうなると、自分は、ウイを持っていないから借りようと思っても、助っ人枠はミカで消費してしまっているので、ウイが使用できず、タイムアタックでは、不利を背負うことがあります。限定キャラということも相まって、昨年実装から、今年復刻までの1年で後悔が多かった先生もいると思うので、残りの石やガチャ計画と相談して、ウイのお迎えを検討してみましょう。取り扱いは難しめです。多くのコンテンツのタイムアタックに採用されるくらい強力なウイですが、その取り扱いはちょっと難しめです。というのも、やっぱり移動が入る関係上、考えなしに使うと事故ることもあり、そういう面では、同じ特攻付与の水着星野や正月かよこより、運用は難しい感じがします。まあ、あの二人が特別使いやすすぎるだけかもしれませんが。また、スコアを狙わないなら、割と適当にエクストラを使っているだけでも、火力が上がって攻略はしやすくなりますが、タイムアタックだとそうはいきません。スキル使用のタイミング、ノーマルスキルの発動に合わせた火力の集中、配置など、考えることは多くなります。そして、ウイを使っても強化されているのは貫通特攻だけなので、それを補う他のバフも必要になります。アコヒマや正月風化、ハレキャンなど、複数のバフ生徒を揃えておかないと、タイムアタックはちょっときついので、自分のプレイスタイルがガチなのかエンジョイなのかでも、需要は変わってくる生徒なのかなと思います。可愛いです。
ウイはとっても可愛いです。普段は図書館に引きこもっていたり、他人に対してかなり壁を作ってしまってましたが、イベントでいきなり海へと連れ出され水着にされるという通常衣装からは考えられないアクティブさをゲットしました。また人との関わりが苦手な面もあるので先生に対しての対応が気になるところですが、意外なことにデレデレまっしぐら、たどたどしくも先生をおもてなししたい、先生と一緒にいたいという思いを頑張って伝えてくれるメモロビはめちゃくちゃいいので、お迎えしてみてみてほしいです。というわけで、ウイ推しの先生はぜひぜひ育ててみましょう。解説はこれで終わりです。まだウイを持ってなかったり、どんなキャラなのかわからない方への簡単な紹介になっていたら嬉しいです。もしよかったらチャンネル登録や高評価いただけると励みになります。ではまた次の動画や配信でお会いしましょう。